トラテジー、戦略とは戦いを略すること。Hello guys, welcome back to my YouTube channel. 趣味助です。本職は英会話スクールチェーンの社長をやっています。この動画では大人になってからの単語学習、英語を話せるようになりたかったら単語は覚えるなという話をします。今まで、僕の動画を聞いてきてくださった方の中には、単語の覚え方についての動画、これも聞いたことある人もいらっしゃると思います。ちょっとタイトルがきつかったので、誤解されたくないので最初に一言、言っておきたいことがあります。単語は語学学習において大事なのは当たり前のことなんですね。そりゃそうです。あらゆる言語において文字の次に最も小さなこの構成単位っていうのはこれ単語なんですね。でも単語学習がどこまで必要かっていうのは、これ実は人によって全然違うんですよ。だから注意が必要です。 TOEIC とか英検で単語が必要な方だったりとか、文献とかそういう文章を読む必要があって英語が必要な方は、語彙数を増やさないと太刀打ちができないこともあります。一方で会話、つまり話すことだけに絞ると、単語の覚えすぎというのはむしろ英会話の上達とはあまり関係がない、っていうかむしろ逆効果になってしまうことがあるということを、ご存知でしたか。単語をたくさん知っているということは善だと思っていた方、逆効果になることもあるということに対して今と思った方はこの動画必見です。今までのあなたが持っていた英単語学習に対する、考え方が変わる動画になるはずです。今回はなぜ単語の覚えすぎが英語を話せるようになるには逆効果となりうるのか、そして話せるようになるための単語学習とはどうあるべきなのか、この2点についてお話をしたいと思います。僕の動画は今までずっと聞いてくださっていた方、そして今回初めて聞く方も、当たり前ですけれども英語が話せるように、なりたい、そう思ってますよね。でも頑張って英語を勉強しているのに、いつまでも思うように話せない、ネイティブの弾丸トークが聞けない、悩んだ結果やっぱり単語力が足りないんではないか、そう思って単語学習を頑張ってきた方も多いと思います。あえて今日の僕の動画ではここで皆さんに一度立ち止まってもらいたいと思ってお話をしています。単語をたくさん知っていたい、そんな皆さんのお気持ちは僕もすごくよくわかります。僕自身も、英語学習において実は単語にかなり注力した時期がありました。そのおかげで僕が昔、専攻していた会計学なんかの分野ではネイティブよりも単語だけだったら詳しくなったりとかっていうこともありましたし、実際アメリカに行った時にもアメリカ人に例えば原価償却って単語あるんですけども、アモタイゼーションって単語とディプリシエーションって単語あるんですけど、どっちが適切かとかニュアンスの違いとかを聞かれたりする場面も結構あったんですね。でこういう話をするとアメリカ人単語を聞かれるって羨ましいって思った方もいるかもしれないです。でも実は僕は逆にちょっと悩みがあったんですね。それはどういう悩みかっていうと、難しい単語を覚えたりとか知れば知るほど会話自体はどんどん自然じゃなくなっていくんです。そう、実は単語を覚えれば覚えるほど英語が話せなくなってしまう、そういう現象も十分あり得るんですね。そんなことを言ったってもやっぱり単語はいっぱい知ってた方がいいんじゃないですかっていうふうに思って、僕の話を聞いている方もいらっしゃると思います。でもちょっとここで考えてみてもらいたいんですよ。大人になってからの英語学習において、学生時代と同じノリで単語学習をしている人っていうのはほとんどの場合英会話ができないまま失敗しちゃうんですよ。なぜなら、この会話で使うために必要な単語とは何かを考えずに闇雲に単語学習をするっていうのはやった気にはなるんですけれども、会話ができるようになるというその成果とはまた別問題なんですね。単語を覚えるほどむしろ英語は話せなくなることに対してまだイメージが湧かない、納得できないと思った方、安心してください。なぜ単語を覚えるほど英語は話せなくなる人が出てくるのか、今日の動画を聞くことで最短で英語が話せるようになるための単語学習の本質について知ることができます。今まで闇雲に単語帳を買って暗記してきた方、単語クイズでスコアが上がって喜んでいた方、今日の僕の動画を聞いて一度立ち止まって単語学習の本質を知ることで、本当に会話に必要な単語とは何なのかっていうことが分かります。そして無駄な寄り道をすることがなくなるので、本当に必要で使われる単語を使うことができるようになります。断言しますけども、無駄に単語を覚えるよりも今日僕が話す無駄のない単語学習に特化する方が会話力、リスニング力は確実に改善します。ということで今日は単語をテーマにお話ししますけれども、僕のチャンネルではあらゆる英語学習を大人の英語の学び方という切り口でまとめ直すことによって、アラフィフ、アラカン、ア
るいはそれ以上の方でもね、このやり方だったら自分でもできるなとか、あ、その手があったかっていうふうに思える身の丈に合ったかつ現実的な英語学習法を中心に紹介していきます。これからもどんどんね、皆さんのような大人に役立つ英語学習に特化した動画をアップしていきますので、この動画で僕のことを知ってくれた方、今まで聞いてたけどチャンネル登録するの忘れてたという方は、解説を始める前にね、サクッとチャンネル登録ボタンを押してください。僕の動画作成の励みにもなります。また動画最後には今日の動画と関係する、単語学習についての視聴者限定の、プレゼントがありますので、最後までお聞きください。それではこれから解説に入ることにしましょう。英語は話せるようになりたい、聞き取れるようになりたい、皆さんそう思っていますよね。だからこそ単語学習も頑張っている、そんな方も多いと思います。だからあえて今日、多くの人が今まで思っていたことと逆の、結論を申し上げます。それは、英語が話せるようになりたいならば、英単語の詰め込みはしないでください。具体的には単語帳を買ってやみくもに覚えるパターンの単語学習はしないでください。これが今日の動画の結論です。単語をたくさん覚えちゃダメ、単語帳を使うなっていうのはどういうことなの、そんな風に思った方、僕がこんなことを言うのは突拍子もないことを言ってるわけではないです。別に皆さんを驚かしたいわけでもないです。英語を聞けるようになるというこの本質を考えていくと、自然とこの結論になっちゃうんですよね。ではなぜ単語をむやみやたらに覚えるな、単語帳を使っての丸暗記をするなっていうふうに僕は言うのでしょうか。その理由はとてもシンプルです。単語学習というのは、単語を学んでいけば学んでいくほど、覚えれば覚えるほど新しく覚える単語っていうのは複雑になり、かつ覚えにくくなり、そして逆にそれらの単語が実際の世界で使われる確率っていうのはどんどん減っていくんですね。つまり学べば学ぶほど使わない単語を覚えることに時間を取られてしまうということです。単語を勉強すればするほど英語は話せなくなる、こう言われて言っていることの意味がわからない人いらっしゃったと思います。もう少し具体的に話をします。会話で必要となる単語というのはとても限られています。つまりその限られた単語以外で学んでいくものの多くは、試験などの対策では必要ですが、実際の日々の会話では使われる機会がほとんどなくて、かつ覚えるのが難しい単語なんです。つまり僕が言いたいのは、本当に使う単語の使い回し方を知らないときに、実践で使わない単語を詰め込むことで、スピーキングとかリスニングで使うべきリソースまで捉えてしまって、結果として会話がうまくなりにくいということなんです。これ、どういうことかというと、言語において単語というのは実は2つの種類があるんですね。これ多分ほとんどの方気づいていないと思います。そして単語学習においては、この2つの種類の違いを理解して学ぶ必要があるということです。ではこの2つの異なる種類の単語とは何なんでしょうか。1つ目の種類は運用語彙、2つ目は認識語彙というふうに呼ばれています。ちょっと用語が難しかったので噛み砕いて説明します。この1つ目の運用語彙というのは、実際に日々の会話で使われている、いわゆるこの口語ですね、口から出す会話で登場回数が多い単語のことです。そして2つ目の認識語彙っていうのは、会話でほとんど使われずに主に読み書きのみで登場する難解な単語です。これ実はね、日本語でも英語でも一緒なんですよ。1つ目のこの運用語彙のほとんどっていうのは、日本語でも英語でもこの文字というものが発明される前から、要はこの口語、会話でずっとね、僕たち日本人とか、イングランド人が使ってきた単語なんですね。だから法律だったりとか宗教とかがない時代から使ってきた単語が多いので、めちゃくちゃ生活に密接にね関わる、もう本当超基礎、ベーシックな単語なんですよ。一方で認識語彙の多くは、例えば法律だったりとか、宗教、科学だったりとか技術、抽象的概念から同じ生活単語でも、ちょっとこうね、位の高い貴族とか僧侶が使う高尚な言い回しの単語が多くて、でこうした単語の多くはもともと外来語なんですよ。英語で言うと、もともとイングランド人が使ってきた、こう生活にこう密着した超シンプルな単語があるんですけれども、僕たち日本人にとっても、この生活で使っている超基礎単語というのは実はたくさんあります。その上にこの認識語彙として、英語だったら大陸ヨーロッパから渡ってきた、古代ギリシャとか、ローマフランス語起源の単語がありますし、日本語ですと、例えば中国大陸から高度な単語が奈良時代とか平安時代にたくさん輸入されて定着して使われてきているんですね。でこの英語の歴史に関しては、以前僕の動画の中で、英語の歴史が分かれば全てがつながる、英語を学ぶならばまずは歴史を学べっていう動画があるんですけども、そこですごく詳しく解説しているので、もう少しこのことを理解したい方はそちらの動画もチェックしてみてください。この運用語彙と認識語彙の違いを理解すると、単語学習の無駄が一気になくなります。これ実はなんですけども、英語と日本語っていうのは言語の成立の過程が実はめちゃくちゃ似てるんですよ。なのでイメージしやすいように、少し日本語のケースで考えてみたいと思います。日本語における運用語彙はどんなものがあるでしょうか。生活に密着している単語は運用語彙なので、誰もが知っている単語です。例えば、歩く、逃げた、取る、乗る、着いた、こういう
会話でも使う単語で、おそらく日本人がもう大陸から単語が、ね、輸入される前から使ってきたもの、こういったものがあります。まあ、一方で認識語彙っていうのは文章とか文語で、ね、使う単語がメインですから、主に大陸から輸入されました。まあ、先ほどの単語とあえて対比して並べてみるとすると、歩行する、まあ、逃走した、取得する、まあ、乗車する、到着した、まあ、こういうね漢字2文字以上の熟語で表現されるものが代表的です。この違いを、ね、理解した上で、例えばあなたの知り合いにね、例えば外国人の方、まあ、いらっしゃったとして、今一生懸命、ね、日本語を勉強しているとしましょう。で、日本語の単語を、ね、勉強しているときに、例えば歩くと歩行する、まあ、あるいは着いたと到着したという単語ね、どっちをその外国人の方が知っているべきだっていうふうに言ってあげるでしょうか。間違いなく歩く、もしくは着いたですよね。というのもすぐに分かることですけれども、歩くとか着いたという言葉は会話でもすごくよく使いますけども、歩行するとか到着したとか取得するっていうのはあんま使わないですよね。でもですね、英語を勉強し始めるとなんですけども、僕たちすっかりね、この原理原則を忘れて、難しくても使わない単語をね、たくさんね、覚えようとしちゃうんですよね。で、なぜ私たちは英単語をたくさん覚えることがいいことだっていうふうにね、思ってしまうのでしょうか。これね、いろいろ理由があると思うんですけども、僕の中ではこの2つが大きいかなというふうに思っています。1つ目は、リスニングでネイティブの会話が聞けない、あるいは話すときに単語が出てこない、このできないということを単語不足が原因だというふうに錯覚してしまうことなんですね。で、そして2つ目なんですけども、これは僕たちがね、大人になっているので、母国語である日本語で使う単語のレベルっていうのもね、もともと高くなっちゃってるじゃないですか。なので、これが意味することなんですけども、すごく簡単です。大人になればなるほど日本語で使う単語のレベルも上がります。そしてそのレベルの高い日本語をそのまんま英語にしようとするから、その言葉がね、英語にできないので単語力がないのが理由だというふうに錯覚してしまうんですね。これね、僕ら日本人が思った以上に英単語を知っているのに聞こえてないこと、リスニングができないことを証明することはとても簡単です。それですね、聞こえないと思っているネイティブの日常会話を文字起こししてみてみることなんですね。例えばドラマとか映画のセリフだったりとか、政治家なんかのスピーチもそうだし、あと洋楽の歌詞、これを文字起こしして見てみるといいと思います。これをしてみると分かることなんですけども、業種、職種関係なく、ネイティブも会話ベースでは簡単な単語しか使っていないんですね。今ちょっとね、ドラマのフレンズの、クリップを流してみたいと思います。で、今回ちょっと時間ないので、もう字幕付きでさっと流してみます。 Now you will not believe this, but I was in the copy room making copies and Ralph Lauren came in. Oh my god! Did you talk to him? Yeah, a little. He seems really nice. Good kisser. What? What? You kissed him? Totally. Phoebe, are you serious? Yeah, I was just in there. He came in, he introduced himself, and then next thing I know, we're making out, you know? Phoebe, I mean, you do know he's married. No. いかがでしたか。ちょっとフレンズの登場キャラでフィービーという女性が、だいぶ昔の、ね、シーンなんですけど、ラルフ・ローレンと、職場のコピー機で、イチャついちゃったっていう、ね、話なんですけども、ここに出てきた単語、知らない単語ね、どれぐらい字幕を見ていてありましたか。僕の知っている人で試してみたんですけども、ほとんどの人は全ての単語を知っていました。ひょっとすると本当に初心者の方ならば、例えば totally とか Are you serious って言ってたと思うんですけども、この serious って単語は、分かんないって方もいるかもしれませんが、このね、30秒弱のネイティブの早い会話で、実はほとんどの単語を僕ら知ってるってことなんですね。ではここで疑問が湧くはずです。なぜ私たち日本人はネイティブの会話が聞き取れないんでしょうか。単語力不足が原因じゃないっていうことは分かったと思います。答えは明白です。日本人が聞き取れないのは単語力が足りないからではなくて、知っているはずの簡単な単語を音として聞き取れないことが原因なんです。あるいはスピーキング、話す方ですね。これも自分の考えを伝えられないのは単語力が原因だと思って、単語力を増やそうとするとどうなるでしょうか。これも間違いです。さっき言ったように、話せない問題は単語力が問題であることは基本的にはありえません。単語を知らないから話せないのではなくて、伝えようとする前の日本語の概念が複雑すぎること、そして簡単な単語の組み合わせで伝えるコツを知らないことが理由です。ではここで気になる方もいると思うので、今日の動画の本題ともいえる大事なお話をしたいと思います。大人になってから単語学習はどうあるべきなんでしょうか。それは実際ネイティブが日々使っている単語が何なのか、これを理解してその単語の使い方を学ぶということです。ネイティブが日々使う運用単語のことをコア単語というふうに呼んでいます。つまりこのコア単語の使い方を抑えて聞き取りに慣れてしまえば、初心者でもかなりの会話ができるということなんですね。さてここでコア単語と言われると、まだねよくわ
かんないって方もいらっしゃると思います。コア単語というのは要は大昔からイングランドにいた人たちがずっと日常の会話で使っていて今も使われ続けている登場回数の多い単語のことです。先ほどのフレンズに出てきた単語で実は外来語だったのって僕が見た感じだと例えば totally とか serious とかあと introduce ね、この3つぐらいだと思います。それ以外に出てきた単語ってもう be 動詞だったりとか make とか came とか talk とか seem とかcase とか mean とか marry とかすべてこれイングランドの大和言葉とも言える、まあ、実はコア単語なんですね。でもそんなの一部でしょってコア単語とか言ってまた正しく覚えなきゃいけないんじゃないの、そんな風に思った方もいらっしゃると思います。これね安心してください。実はコア単語のほとんどは先ほどの単語のように僕たちが中学で学ぶ単語中でも動詞と、まあ、前置詞と被ります。これらのコア単語こそがネイティブが日々使う動詞前置詞そしてその組み合わせとなる駆動詞なんですね。実はコア単語は文字がある前から使われてきた単語なのでスペルも実はねめちゃくちゃ簡単でほとんど一音節で発音できるものばかりです。まあ、具体的な単語の例を横にアップしてみることにします。いかがでしたか。まあ、知らない単語多分なかったと思うんですね。でも皆さんねこう思ったんではないでしょうか。いやまあこういう単語知ってるしでもねそれじゃ会話できないから単語で学んでるんだよっていうふうに思った方いらっしゃると思います。お気持ちねめちゃくちゃよくわかります。僕も同じことしました。でもなぜねそう思ってしまうのかというとこれね僕たちが学校でね英語学習するときにすごくね一つなんですけども大きな間違いをしています。これどういうことかというと学校で僕たちが単語を覚えるときって基本1単語について一つの意味でね、まあ、勉強する傾向があります。なので例えばハブだと持つとかGo だと行くみたいな感じで、まあ、覚えたはずなんですね。ただこの覚え方ってねすごく大きな問題があってハブも Go も持つとか行くっていう場面でしかねこの勉強の仕方だと使えないんですね。でもねおかしいと思いませんか。だってネイティブもそんなたくさんの単語使ってないはずなのになぜねあれだけ長い会話ができるんでしょうか。そこには秘密があります。どういう秘密かというとこのコア単語なんですけども一つの単語でいろんな意味で使われるこうマルチプレイヤーの単語なんですね。だから何度も何度もこのコア単語というのがネイティブの会話では意味を変えて使われます。ではどうしてねこのコア単語はそんなに多くの意味を持つようになったのでしょうか。それは大昔から庶民が使う過程であれも、まあ、これもっていう感じでいろんな場面でね応用して使われるようになってきたからです。その結果としてコア単語はいろんな意味を持つね、まあ、マルチプレイヤーになったんです。ではここから実際のこう例をねちょっと出してみてみたいと思います。例えばさっきも出したこの Go という単語なんですけどもこれも当然皆さんご存知ですよね。もちろん日本語訳で言うようにこの行くっていう意味これもあるんですけれども例えば I go to Starbucks って言ったら私はスタバに行きます、まあ、これもね行くっていう意味での一つの、まあ、立派な使い方です。でもですね実際ネイティブはこの Go イコール行くみたいな感じで、まあ、理解してないんですね。仮にネイティブに Go って単語の意味を説明してって言ったらおそらくちょっとこっちにねイメージ出したいと思うんだけどもこんなイメージでね説明してくれると思います。そうこのネイティブにとってのこの Go っていうのはこの絵にあるようにある地点からこう離れていくイメージ、まあ、こんな感じでネイティブはね理解しているんですね。なので例えばなんですけども My grandfather has gone といえばおじいさんが離れていくつまり亡くなったっていうような意味で使いますし同じように The light bulb has gone と言って例えば主語がこのライトの電気のねライトのバルブですと、まあ、バルブが離れていくつまり、まあ、電気が切れたっていう意味にもなります。あるいは All the eggs went bad これ went はこう Go の過去形ですけどもそうすると卵が離れて悪くなっていくつまり新鮮な状態からこう離れていくので腐ったっていう意味にもなるんですね。まあ、皆さんもよく知っていると思うんですけども How's it going っていうとこれ最近どうですかっていう意味になりますがこれも厳密に言うとね以前と比べてどれぐらいね離れた場所にいるのかっていうニュアンスでこう質問しているんですよ。だから、まあ、日本語訳で言うと最近どうですかっていう意味になります。このように1単語1意味で覚えてしまうと例えば腐るって単語ですねこれを例えば Lot とか Decay とか Decompose とかいろんなね、まあ、言い方ありますよ。ただこれ全部覚えなきゃいけなくなっちゃいます。でもこの Go っていう単語を行くって覚えるんじゃなくてザクッと1地点からこう離れていくイメージで理解していると死ぬ時も腐る時も、まあ、電池が切れる時もね使えるってことです。これがネイティブの単語の使い方なんですね。ちなみに僕は英語の単語をね覚えすぎてしまってきた人と無駄な単語を覚えずに使い方を練習してきて、まあ、話せる人、まあ、この違いをねすぐやっぱ見破れます。前者の方はやっぱ日本語でね考えたら難しい概念を無理してそのまんまね英語にしようとするから当然ね英語も複雑でちょっと不自然になっちゃうんですね。先ほどの例で言えば腐るっていうのを Go を使わないで例えば Decompose とかっていうのね単語を使っちゃう感じです。
逆に英語が上手で頭の柔らかい人っていうのはこの発想の転換が上手なので、難しい日本語の概念をそのまま伝えるんじゃなくて、伝える内容を知っているこのコア単語で伝えられるように噛み砕いて、話すのが上手なんですね。結果として使う単語は簡単で、その方が実はね、ネイティブの実際の会話とも近いんですよ。だから会話が自然になります。いかがですか？実際のこのネイティブと同じように、皆さんもすでに見たことがある、聞いたことがあるコア単語を中心に学び直したくないですか？それとも使うかどうかわからない難しい単語を一つ一つね覚えたいですか？僕がもし今から英語をゼロから学ぶとしたら、迷うことなく見たことある単語を使い回す道を選ぶと思います。皆さんはどうでしょうか？いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日は単語の話をしました。この単語学習はなんですけども、いつも僕思ってるんですが、この日本人の生真面目さと真逆の発想が必要なんですね。だからこの YouTube でわざわざね、この英語を学んで僕の動画見てくださっているような方に至っては、やっぱ真面目界の中でも多分かなりね真面目度数高いと思ったので、少しねちょっと肩の力抜いてもらいたいと思って作りました。てのもね、これ言語って結局のところこれイギリス人でも日本人でも一緒で、もともとはね動作とかこの思考、考えを相手に伝えるためにできたもんじゃないですか。だからこ その庶民が使うね本当の言葉っていうのは大昔から実はそんな変わってないんですよ。むしろ新しい概念が出てきたからといって新しい単語を使うんじゃなくて、昔からある言葉を応用して表現しちゃえっていうのが、庶民流の考え方なんですね。例えば昔はね、電気なんてものはありませんでしたよね。ただ電気が登場した時に電球が切れるっていうねこの概念、これが出てくるわけですけども、これに対して新しい単語をわざわざ作るんじゃなくて、今までね使い慣れてきた、この語でいいんじゃねえのっていうのが、庶民の知恵ってことですよ。真面目な人はねこれをね単語帳で1単語1意味でまた新しくね覚えようとしてしまいがちです。で、僕のチャンネルは真面目な方多いと思うので、ちょっとねこの学習に関して言うと楽してもらいたいと思って今回動画を収録しました。そして間違いなくこのやり方の方が話せるようになります。無駄な単語を知らなければ、複雑な日本語から英語にしようっていうね発想もなくなります。だから簡単な英語で伝えられるように発想を置き換えるのに慣れていくってことですね。さらに大事なこととしては、このコア単語っていうのは意味で覚えるのではなくてビジュアルイメージで覚えるものなので、イメージで覚えるものっていうのは忘れることないですよね。英語が上手に見える人の多くも別にそんなねすごく努力したわけじゃなくて、種明かししてみると結構ねこういう本質的なことにたまたま気づいただけって方が多いんです。努力好きな方ほど楽するよりも努力でね乗り越えようとする傾向にありますけれども、それはそれでいいんですけども、単語に関しては絶対に楽する方がいいです。これからも皆さんの努力を無駄にせずね、やっぱ形にできるようなことを僕は目指して動画を作っていきたいと思いますので、これからも趣味助をよろしくお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。今回はちょっと英会話の闇ということで、単語を覚えるほど話せなくなる理由という話をしました。今日の動画で僕が伝えたかったポイントとしては、このね単語を覚えれば覚えるほど会話ができなくなるというねことがあるということ。でその理由としては、新しく覚える単語の多くは会話ではなく文語で使われるね高度な単語が多いから。また会話が上手になりたいというのであれば、解決策は単語をたくさんね新しく覚えることではなくて、実は中学で学んだこのコアとなるねこのコア単語のイメージを中心に応用方法を学び直すということが本質的だという話をしました。この動画をねお聞きの方は結構真面目で努力家の方が多いと思うので、この努力をねなるべく話せるようにすることにつなげていただくためには、やっぱ戦略ね、つまりやることを決める、そしてやらないことも決める、この2つが大事です。だからこそね、単語学習は本質に根ざして、コア単語と本当に自分の身の回りのね必要な単語に絞った学習をすることで、がぜんね聞き取りも話すこともできる機会が増えていくことは間違いないです。また最後に読者プレゼントなんですけども、今回の動画をご視聴いただいた方向けのプレゼントとして、このネイティブが使いまくっているこのコア単語トップ10の、イラスト付きのこの解説書をプレゼントします。海外ドラマからこう政治家のスピーチまで、あらゆる場面で応用して使われまくっているこのコア単語を頭にね残りやすいようにイラストと例文をつけてまとめているので、ご興味ある方はこの動画のね概要欄から僕のね LINE 公式ページがあるので、そこで友達になってもらって、今から言うキーワードをメッセージで僕に送ってください。プレゼントを渡します。でキーワードはコア単語です。カタカナのコアに単語ですね、漢字で単語というふうに言ってください。はい、ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が少しでも皆さんの英語学習の役に立てればと思います。ぜひねコメント高評価もよろしくお願いします。また今後も貴重な英語学習法を紹介したいと思うので、まだの方はぜひねここでチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回のまた動画でお会いしましょう。バイガイズ。